では今回もはじめの一歩考察チャンネルやっていきたいと思います。今回ですけども、いつもと少し趣向を変えて過去に連載されていた名作ボクシング漫画をランキング形式で解説していきたいと思います。40代男性なら一度は目にしたことのある漫画ばかりを選出しておりますので、当時熱くなった思い出に浸りながらお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。第6位ホーリーランド。第6位はホーリーランドを選出しました。ホーリーランドは2000年から2008年までヤングアニマルで連載された格闘漫画です。ホーリーランドは厳密にはボクシング漫画ではありませんが、主人公上白優がボクシングで街の不良と戦っていくストーリーなので今回取り上げました。上白は家にも学校にも居場所がなく、いじめを受けた経験から引きこもりのような生活を送っていました。ある日、上白はボクシング教材を見かけ、自分の部屋でワンツーの打ち方を独学で練習し始めます。上白は自分の居場所を求め街をさまよい不良たちを喧嘩で倒す日々を送ります。気づけばヤンキー狩りと呼ばれ始めた上白は街の不良からターゲットにされますが、家に引きこもる日々に戻りたくない、自分の居場所を守りたい一心で戦い続けました。その時に出会ったのが路上のカリスマと呼ばれていた伊沢正樹という人間です。伊沢もまたボクシング部で活躍していた時に上級生から目をつけられボロボロにされてしまいました。伊沢はリンチに加わったメンバーに復讐したことでボクシング部を除名されて、街の不良たちと喧嘩を繰り返す日々を送ります。路上のカリスマとして崇められている伊沢は、この当時はリストカットをした経験もあり、居場所がなくいじめにも遭っていた上白と実は似たような過去を持っていたんですね。物語の終盤では町の不良たちを次々に倒し頂点に上り詰めた上白優に伊沢が挑戦状を叩きつけます。最後の戦いでは上白が伊沢に勝利し、それから3年後、上白は町に残りヤンキー狩りを続け、伊沢は町を卒業しキックボクシングの世界で活躍するシーンで物語は終焉を迎えます。この漫画の面白いところが、自分の居場所を表舞台ではなく街へと求める上白優の異常性ですね。これまでいじめに悩むほど気が弱かったはずの上白優がワンツーを独学で練習しただけで喧嘩に明け暮れるというのはまさに狂気と言えます。内容としてはボクシングというより総合格闘技をテーマとした喧嘩漫画ではありますが、今回は第6位に選びました。第5位陸道。ランキング第5位は陸道を選びました。陸道は2014年から週刊ヤングジャンプで連載されていた比較的新しいボクシング漫画です。陸道の主人公あざみりくは父親からひどい虐待を受けていて、借金を苦に首吊り自殺をした父親の体を復讐のために殴り続ける衝撃のシーンからストーリーが始まりました。この時に出会ったのが借金の取り立てをしていた暴力団員の所沢京介です。所沢はりくには子供ながら人間の急所を正確に打ち抜く才能があることに気づき、ジャブやストレートの打ち方を教えます。また首を吊った状態の父親を殴りつけた所沢は死体を指差し、これが敗北者の姿だと言い放つセリフには衝撃を受けましたよね。リクはこの時の所沢の言葉によって、自分は敗北者にはなりたくないと反骨精神が芽生えます。リクは父親の死後母親に引き取られますが、ヤクザによって薬漬けになっていた様子を目撃してしまいます。ヤクザの逆鱗に触れたリクは襲われてしまいますが、所沢から教わったパンチで上を打ち抜き、なんと大人を倒してしまいます。しかししぶとく足を掴んできたヤクザに恐怖したリクは、揉み合った際に近くにあった灰皿で殴打し相手の命を奪ってしまうんですね。正当防衛が認められ施設に引き取られたリクは、再び出会った所沢の強さに憧れボクシングを始める決意をしました。正当防衛とはいえ、幼い頃に人の命を奪うという経験をしたリクはボクシングの世界で他とは一線を画す力を発揮していくところに、この作品の魅力がありますね。作者の松原氏と神の左で有名な元 WBC 世界バンタム級チャンピオンの山中慎介選手との対談では、貫通力のあるパンチの質やクレバーなファイトスタイルは山中選手を参考にしているとコメントしており、ボクシングファンをもうならせる説得力と迫力がこの作品にはあります。作中では相手を殺すつもりで殴り続けるリクの様子に、エリートボクサー兵藤楓は初めて見た殺すつもりで殴ってるやつと評価しているほどです。さらにボクシング漫画で最も大切な試合のシーンに関しても、パンチの破壊力や相手の感情といったところがド迫力の臨場感あふれるタッチで描かれているため、心が突き動かされてしまいます。ストーリー背景が暗すぎるため好みの分かれる作品とは思うんですが、残酷なシーンばかりではないです。リクが所属するボクサーと出会い人間としても成長していく過程がありますし、幼馴染苗代ゆきとの関係性など最後まで飽きずに一気読みできてしまいました。ボクシング好きなら一度は読んでおきたい名作です。第4位ろくでなしブルース。
ランキング第4位はロクデナシブルースを選びました。といってもロクデナシブルースはボクシングというよりヤンキー漫画の部類には入りますが、主人公の前田タイソンとライバルの原田誠吉はボクシングの試合で戦っています。タイソンといえば切れた時にろれつが回らなくなるシーンや仲間思いな性格がとても魅力的なキャラクターですよね。私も小学校の頃タイソンの真似をして友達同士で喧嘩ごっこみたいなことをしていた記憶があります。ロクデナシブルースはゴリゴリの喧嘩シーンばかりですが、ところどころギャグが挟まれていますし、キャラごとの感動名シーンも散りばめられているため飽きずに読み進められます。またヒロインの千秋はぶりっ子キャラが災いして嫌いという意見も多かったのが印象的でした。タイソンは入学して以来喧嘩ばかりの高校生活を送りますが、ボクシングの推薦で大学へ進学した畑中と再会し、スパーリングで戦うことでまた情熱を取り戻します。連載初期からしばらくはタバコをやめられず苦しむシーンが描写されていますが、ボクシングで成功するために努力を続けて途中から禁煙に成功していましたよね。また物語の中でコークスクリューブローやライトクロスを身につけ、ボクサーとしての純度を高めていくシーンも印象的でした。ただボクシングのパンチを喧嘩に使ってしまっていたタイソンは四天王である鬼塚、薬師寺、葛西、川島を倒し、不良の世界でも頂点に立つことになります。作品の終盤ではプロボクサーのライセンスを取得し、最後には宿敵サリーを倒して本格的にプロの世界へ挑戦することになります。最終回ではタイソンと原田がタイトルマッチで再戦するシーンが描写されています。第3位 BB。ランキング第2位は高木亮と森山仁との戦いが描写されたボクシング漫画 BB を選びました。高木はトランペット奏者として成功していたものの、ある日喧嘩で森山仁に惨敗してしまいます。その後森山が高校のアマチュアボクシングで有名なボクサーだったことを知った高木はリベンジするためにボクシングの世界へ足を踏み入れます。ここまではよくあるボクシング漫画なのですが、この後のストーリー展開が斬新で非常に読み応えある作品に仕上がっています。関東高校ボクシング大会で順調に勝ち進む両者ですが、木地元という卑劣な男の策略によって高木と森山の対決は実現することがありませんでした。怒りに我を忘れた高木はロッカールームで木地元へ詰め寄り、なんと素手で撲殺してしまったのです。この時の撲殺シーンはかなりリアルに描写されていて、ボクサーの命が人の命を奪う恐ろしい狂気なんだと自覚した瞬間でもありました。人を殺めた罪を償うことよりもこのまま刑務所へ行ってしまえば森山と再戦する目標が達成できないと考えた高木はアメリカへ逃亡し、闇ボクシングの世界へ足を踏み入れることになります。また高木が当時交際していた小雪のお腹の中には子供を宿しており、高校生ながらたった一人で出産子育てをする決意をします。高木は全米制覇まであと一歩のところまで上り詰めますが、マフィアから命を狙われたことで今度はスリーピングシープ部隊の傭兵として戦場へ進むことになりました。一方日本では順調にプロの世界で勝ち上がる森山人、しかし森山には優しすぎる欠点があり、克服するために余命わずかの自身の父親とスパーすることになります。父親をボロボロになるまで殴り続け、その後日本タイトルマッチへ挑戦した森山ですが、父親の容態を気にするあまり試合に集中できず初の敗北を喫します。その後父親の死を乗り越えた森山は超人的な強さを発揮し、世界ライト級統一チャンピオンの座へと一気に上り詰めました。高木は傭兵として何人もの人を殺害する日々の中で精神が崩壊していきますが、アメリカの市民権を得てようやく表舞台へと帰ってきました。しかしもう少しで小雪を迎えに行けるとなった矢先、なんと小雪は交通事故に遭い子供を残しこの世を去ってしまいます。絶望する高木ですが、森山との再戦が実現し、試合の様子はテレビやラジオといったあらゆる公共電波によって世界中へ放送され、全世界へ感動をもたらしました。なお試合は森山の KO 勝利で終わっています。この作品のすごいところは主人公高木が人を撲殺するシーンがリアルに描写されているところです。傭兵時代には何人もの人を殺害していますし、決して一人の人間として褒められたものではありませんが、ひたむきに森山仁との再戦を目指し諦めない姿には大きな感銘を受けました。第2位明日のジョー。ランキング第2位は不朽の名作明日のジョーを選びました。明日のジョーは1968年から1973年まで5年間連載されていた、まさにボクシング漫画の金字塔と言える作品と言えるでしょう。完結してから50年以上経っても未だ語り継がれているほどですから、現代の漫画と比べても非常に大きな影響力があると言えますね。東京の山谷のドヤ街にやってきた矢吹ジョーは元ボクサーの丹下段平に天性の格闘センスを見出され、ボク
シングの世界へと誘われます。しかし悪さばかりするジョーは真剣にボクシングをすることなく募金詐欺の犯罪に手を染めてしまい鑑別所送りにされてしまいます。鑑別所暮らしとなったジョーの元へ丹下から明日のためにと書かれたハガキが届きます。そのハガキにはボクシングの左ジャブの打ち方が書かれており、ジョーは次第にボクシングへとのめり込んでいきます。ジョーは鑑別所の大部屋のボスである西に目をつけられ、一度はリンチを食らい大怪我を負いますが、練習してきたボクシングのパンチで見事リベンジを果たします。その後特等少年院送りとなったジョーと西は豚小屋の掃除中にわざと豚の大群を逃がして抜け出そうと画策します。ここで立ちはだかった男が宿命のライバルリキーシュ・トールです。リキーシュは向かってくるジョーのパンチにカウンターを合わせ逃走を阻止します。喧嘩で初の敗北を喫したジョーは丹下にハガキを催促し、ここからさらにボクシングの世界へのめり込んでいきました。リキーシュとボクシングの試合で決着をつけることになり、再びリング上で向かい合う両者。ボクシング技術では劣るジョーですが、何度倒されても立ち上がる闘志にリキーシュは脅威を感じ始めました。リキーシュが放った渾身のパンチにカウンターを合わせたジョーと相打ちとなりダブルノックダウンとなります。2人の再戦は引き分けとなり、リキーシュはその後少年院を出てプロボクサーとして復帰することになります。リキーシュがプロになることを聞きつけたジョーは自分もプロボクサーになることを決意します。ジョーが自分との再戦を熱望していることを知ったリキーシュはフェザー級からバンダム級へと転向することを決意し、ここから地獄の減量することになります。そしてリキーシュとジョーがプロのリングで再び巡り合い死闘を繰り広げます。リキーシュのパンチにクロスカウンターを狙うジョーに対し渾身のアッパーをクリーンヒットさせ、試合はリキーシュの KO 勝利で終わりました。試合後握手を求めるジョーの手を握ろうとしたリキーシュは前のめりに倒れ医務室へと運ばれます。医務室へと向かったジョーは自分のパンチが原因でリキーシュが死亡してしまったことを聞かされ、ここで初めて人生の挫折を味わうことになります。リキーシュの死によって憔悴しきったジョーは一度はボクシングへの情熱をも失ってしまいますが、丹下と一緒にもう一度プロの世界へと戻ります。順調に勝ち進むジョーですが、実はリキーシュとの試合以来顔面へパンチを打つことに恐怖を感じるトラウマを負っていました。しかしカーロス・リベラとの対戦によってもう一度自分を取り戻したジョーは世界チャンピオンホセ・メンドーサを新たなライバルとして目指すことになります。バンダム級東洋太平洋チャンピオンとなったジョーはついにホセとの世界戦が実現します。しかしこの頃のジョーにはパンチドランカー症状が出てきており、ホセとの試合前にはヨーコも試合を棄権するよう涙を流しますが、覚悟を決めたジョーはリングへと向かいます。試合の最中ホセによってパンチドランカーとなったカーロスを見て動揺したところを見逃さなかったジョーのパンチがジャストミートしますが、ホセも引かずに激しく打ち合います。最終ラウンドまで打ち合い続けた両者ですが、勝負は判定に持ち越されホセの勝利となりました。ホセの髪は白髪となり、リングサイドのジョーは真っ白に燃え尽きた灰のように満足げな表情を浮かべていました。第1位、はじめの一歩。ボクシング漫画名作ランキング第1位は、はじめの一歩を選びました。当然ではありますが、このチャンネルでは数あるボクシング漫画で、はじめの一歩が最も面白いと思っています。主人公の一歩は、高校生の頃、実家の釣り船屋を手伝いながら、学業と両立する高校息子でした。そんな一歩をいじめの標的にしていた梅沢グループ、梅沢らがいつものように土手でいじめていた様子を、たまたまロードワーク中に見かけた高村が助けたことで、一歩は鴨川ジムを訪れることになります。高村に怪我の治療をしてもらい、いじめをする連中も嫌いだが、うじうじしている奴も虫唾が走ると辛辣な言葉を浴びせられ、泣きながら帰ろうとする一歩を呼び止めた高村はストレス解消にサンドバッグを叩いてみろと提案します。パンチの打ち方を教わり、一歩が思い切り打ち込むとサンドバッグを吹き飛ばし拳の皮がずるむけていました。一歩は幼い頃から釣り船屋で重い荷物を持ち、不安定な船上で働く環境にいたことで自然とアスリートに必要な体幹と強靭な足腰が出来上がっていたのです。自宅で高村から借りたタイソンのビデオを見た一歩はプロボクサーになることを決意し、高村へ再び会いに行きます。一歩にプロボクサーが務まるわけがないと考えた高村は、葉っぱをジャブで10枚掴むという無理難題を押し付け諦めさせようとしました。しかし持ち前の努力で練習を続けた一歩は1週間後に高村の前で見事葉っぱを10枚掴み、ボクシングの世界へと足を踏み入れることになるんですよね。第1話から読み返してみて改めて感じるのが、これまでボクシングの世界へと足を踏み入れることになるんですよね。第1話から読み返してみて改めて感じるのが、これまでボクシングの世界へと足を踏み入れることになるんですよね。
ボクシングイコール不良の図式を覆したのが始めの一歩という作品の大きな功績だと思っています。一歩はいじめられっ子で気も弱く喧嘩には無縁の人生だったのに、ボクシングでは夢中でパンチを繰り出すところが当時は衝撃でした。ここから宮田や真柴、仙道といったライバルと出会い、日本フェザー級チャンピオンとなった一歩は会長と共に世界の強豪に挑みますが、世界前哨戦でゴンザレスに敗れ、再起戦でもゲバラに敗れたことで現役引退を決意しました。はじめの一歩セコンド編に関しては辛辣な口コミも多いですが、一歩が現役引退してからすでに5年以上連載を続けてこれている実績を考えると、多くのボクシングファンをうならせる魅力が作品にあるのは疑いようがありません。また当チャンネルでははじめの一歩セコンド編のあらすじやトレーナーランキングをテーマとした動画をアップしています。まだご視聴されていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見ていただけたらと思います。はじめの一歩の長期連載を支えるのは、一歩以外の魅力的なキャラクターを次々に生み出していった功績もあるでしょう。最近では鴨川メンバーに青木の弟太平と金太郎が加わり、新たな展開が起こりそうな期待もありますね。現在では真柴と仙道の世界戦が続けて予定されているため、はじめの一歩ファンにとって見逃せないタイミングと言えるのではないでしょうか。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。この動画が良いと思った方はぜひグッドボタンや動画のご感想などをコメントいただけるとチャンネル運営の励みになります。また当チャンネルでは毎週水曜日と金曜日に動画配信しておりますので、お時間合う方はチャンネル登録もぜひお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。